内輪ゼニに草は、ウコギかちメめ草属に分類される植物。湿地や河川などに生育し、アクアリウムなどで栽培されることもある。和名は内輪ゼニに草ともされる。縦ドメめ草という和名もあるが、これは日本で、縦ドメめ草と記録された個体が、後に内輪ゼニに草であったことが判明したためであり、その後、縦ドメめ草という名称は、 うちわぜに草の異名として扱われている。また、アクアリウムで用いられる際には、葉の形状から、ウォーターマッシュルームや、ウォーターコインなどの名で呼ばれることもある。北米原産であるが、干渉用として各国に輸入され、日本や南アメリカ、アフリカ、オーストラリアなどで移出し、野生化している。日本において、外来生物法における、 特定外来生物と記載されている例もあるが、指定されているのは別種のブラジルチドメグサである。チドメグサ属全種に輸入の際、種類名証明書の添付が必要となっているための誤解だと思われる。地下茎を新調し、そこから傭兵を伸ばして、うちわのような円形の葉を展開する。地下茎は盛んに分子して、旺盛に繁殖し、群落を拡大する。 夏季は6から10月、地下茎から伸ばした花茎に白い花を臨生する。ブラジルチドメグサなど他のチドメグサ属植物に形態が類似する。内輪ゼニクサはブラジルチドメグサに比べて小型であり、不要を形成することもブラジルチドメグサに比べて少ない。ありがとうございます。